皆さんおはようございます。ちゃんみょは葛尾村でしめ餅作りのワークショップに参加してきました。筋が結構残ってて、これ葉っぱってことですよね。葉っぱです。でこのゴンボッパ、何の味もしない。何ですか？これ米粉です。うるす米の、うん、の粉を使わないと締め餅はダメ。餅食べてはただ危なっちゃう。食べらんねえ。これ混ぜながら塊をこう崩して崩してます。本当になるように。やってみますか。ゴンボッパをこう崩す。崩して、なるべく小さくして、こう大きいままだと、あと混ぜるときね、つくときね、混ざりず、うん、だから私はなるべくこう小さめにしたって、このさ、絡むようにね、沈着。うん、でねと、残念だよな。断面でだけな。でもまあ、今年は多分作んないかな。大根今年作んなかった。うん、作んなかったよ。ダメだわ、硬くて。あ、へえ、これこれ濡らさねえと、うん、これをこうやりとか。そう、この長い獣のことは出てくるよ。あ、なるほど。かわいこさきるように気持ちいいけど、ちょっと本を見せてダブルで。あら、なんでこんなすぐできちゃうんですか？一生まではやつか、今に食べた。回すの。音楽家と。MZ はこんなに残るけど。まずこう2本だけ手前に。今度これこうやってやればさ、ああ、なるほど。こうやってやる。こうやって、うん、間に挟んで、うん、どうだっけ？だそうね、両脇、両脇、両脇で。うん、あ、柔らかいな、やっぱ。うん、柔らかいからあれだね。柔らかいってどうなるかっていうお試しで。間にこう、うん、どんどんやって、あ、あ、くっついちゃう。して、こうどんどんこう挟んでいきます。やって猫できたら ここで結んで、こっちのこっちのここで結んで、こうやって水差し出してこう下げたんです。寒い夜、寒い夜一晩でこうか。初めてのワーケーション、めちゃめちゃ楽しく過ごすことができました。皆さんも福島県の葛尾村、ぜひ足を運びください。そしてしみ餅はお土産で買うの忘れずに。どうねー。